師匠に引退を告げました。よくもこんなに長い間活躍できたもんだと師匠はしみじみと感心し、17年間の竹田瀬の努力の日々が次々と浮かんできたそうです。師匠は元大関琴風の小車親方、現役時代の師匠は竹風後期、その竹風の風と後期の号をくださいと本人が望んで竹風の有志者が誕生しました。小さな体に筋肉の鎧をして相手の弱点をピンポイントにつく、この竹風の相撲は子供の頃からでした。小学校6年生の時のわんぱく相撲、身長わずか145センチ、20センチも30センチも大きな相手を次々となぎ倒し地区優勝、全国大会でもベスト16に入りました。原子農業では伊藤監督の指導でその相撲を磨いて、中央大学では7つのタイトルを獲得、学生横綱と国体チャンピオンの2冠に輝いて幕下15枚目格付け出しの資格を手にしました。両親は綱渡りのような人生はやめてほしいと反対しましたが、必ず強くなってみせると自ら小車部屋を選んで入門、平成14年5月デビュー、わずか2場所で関取へ昇進しました。この時点でデビューから2場所での関取昇進というのはわずか5人、輪島、朝潮、武蔵山、宮城山、そして竹風。優勝の3場所に決めまして幕を閉め、このまま一気に三役へと期待は高まりましたが、大きな力士に全勢力で立ち向かう15日間というのが激烈な日々でした。右膝の靭帯、網膜剥離、右足首、右肘、力士生命に関わる怪我が次々と襲ってきました。引退の言葉が頭をよぎり、力士人生のまさに徳俵に追い込まれるたびに、何度も何度も力をくれたのはふるさと秋田でした。勝っても負けても、負けても負けても温かい声援を送ってくれ、徳俵で踏ん張って盛り返す力を与えてくれました。慰問に訪れた秋田の病院で難病と命がけで戦う少年の姿が、俺のは怪我のうちに入らないと思わせてくれました。怪我を理由にやめるぐらいなら腹をかっ切って死んだ方がマシだ。35歳を過ぎた頃、竹風がたどり着いた言葉です。そんな17年の土俵人生、思い出の一番はと問われて竹風は一言、ないんです。デビュー戦の相手は天、後の春馬富士だったんですが、所作が気になってどう勝ったのか全然覚えてないし、平成21年九州場所、太陽千代大会春馬富士と破った後の10日目、バルトを一気に押し出した相撲は力士人生最高の一番でした。負けてしまいました。ただそれ以外の何でもない一番が次々と浮かんでくるのが自分らしいです。こんな体ですが、一番一番に全勢力を傾けた取り組み、その一番一番の積み重ねが一番の勲章だと思っていますと語りました。たどり着いた35歳での初金星と新世界、この史上最年長記録は今後破られないだろうと言われています。幕内史上1257回、幕内在位86場所、ともに学生出身としては最長です。そして
天才と言われたり怪物の異名を取った学生出身の逸材が次々と登場して活躍しましたが、その誰よりも長く幕の内を務めた武井和也、味方によっては学生出身最高の力士と言えるかもしれません。誰よりも早く関取という舞台に駆け上がり、誰よりも長く幕の内という舞台に上がり続け、誰よりもゆっくりと最高位にたどり着いた武井和也、そして何より力士にとって最高の栄誉であるふるさとに愛された武井和也。ある時ふと武井和也が言いました。もし秋田で本場所があったならば武井和也コールをしてもらえたんじゃない。武井和也コール、皆さん目を閉じて想像してください。大相撲秋田場所千秋楽結びの一番、西から関脇武井和也13勝1敗、東から横綱白鵬13勝1敗、優勝をかけた大一番、さあ2人が土俵で上がって武井和也コール。武井和也コールがさらに大きく、さらに大きく武井和也コールが、ありがとうございました。この武井和也コールを全身に浴びて17年間苦楽を共にした大銀杏に別れを告げます。小宮山は師匠小車親方です。
竹風、星岡の親方に皆さん、もう一度拍手をお願いします。